まあ、もともとこれ都構想をやろうよということで集まったメンバーですから、そこの趣旨が変わってやっぱりずっと議員をやり続けたいという、まあ、本音が、ね、ある議員はもうどんどん辞めていってもらったらいいんじゃないですか。そうなるとその、まあ、今日委託会見を見たんですけど、うん、その理由としてその選挙区調整するため最後はくじ引きだというところに反発を覚えているふうに言われてたんですけども、結局理解としては議員を続けたい、例えば他の選挙区にくら替えするとかっていう選択肢も、まあ、選ばれている議員もいる中で彼らはまあ一歩離れて選択をしたんですけど、ちょっとそこの違いも分かりにくいかなと思って、かなり質問をしたんですけども、いやだって普通だったら本当の都構想をやりきろうって言うんだったら議員を辞めたらいいじゃないですか、普通はそういうもんじゃないんですか。あの自分がやるやるって無所属でどうするんですか。これ無所属で議員になったところで一体彼らは何をするために今度府議会議員になるんですかね。全く分かんないですよ。それだったらね、選挙区調整がつかないとかそういうことであれば自ら辞めるっていう、そういう選択が一番あの政治家らしい選択だと思いますよ、でまあ、次は別の選挙区から出るという、ね、選択で、一番あの恥ずかしいのは今まで、それを目指して、同じ政治グループでやってきたのが無所属になるということで、これ無所属で立候補して彼らは一体何するんですかね。あと理由として挙げてたのが、日本維新の会が優位の党などと野党対立するということ自体が、まあ、政治目的化しているというようなことを言ってた。もうそれは後付けでしょ。彼らにそこまでの政治的なビジョンがありません。まあ、非常に潔くは聞こえますけど、そうやってどんどん仲間を切り捨ててきたらどんどん小さくなって都構想はどうなるんじゃないですか。いや、いいんですよ、仲間じゃないんですから。はい、それは都構想をやりたいっていうやろうっていうメンバーが集まった集団なんでね、あのそれがやる気がなくなったメンバーはどんどん去っていってもらったらいいわけで、次 の, あの統一地方選挙でやりきるというメンバーが集まったらいいと思いますよ。でどっちにしろ定数は88名になって過半数取ろうと思えば45名でいいわけですから、この3名がいなくなってもね、十分過半数は狙っていけるわけですから。農道だって109名から88名に下げたときに維新の今の絶対数はこれ下がるのは間違いないわけですから、まあ、自ら出ていってもらったということで選挙区調整の手間が省けてよかったんじゃないでしょうかね。だから仙南は土井議員、でこの大東の地域の方は橋本議員、篠川というのは橋本議員ということで確定したということでよかったんじゃないでしょうか。土井さん、橋本さんは1期4年の約束ではなかったんですか。いやでももうこれ次都構想やるためにはみんなやりきらないとダメじゃないですか。無所属になったって都構想関係ないですからね。いや、あの一気に4年の約束だった議員とそうでない議員がいると聞いてますので、そういう意味で言います。一期4年の約束で立候補した議員とそうではない議員がいるというふうに聞いてますので、そういう意味で聞いてます。約束したって今僕が言ったんですか。じゃなくて前回立候補するときに、ね、一期な限りという約束で出た議員とそうでない議員がいるとあ、そうですか。そこはもう分からないですけど、まあ、とにかく都構想を実現するということになれば、今現実に統一地方選挙が間近に迫ってくるわけですから、これはもう維新会で立候補せざるを得ないわけですよね。でも本当に都構想をやるということであれば無所属じゃなくて、取るべき選択は議員辞職ですよ、まずは。でどうしても議員やるということになればこの選挙区で重なっている2人で調整をしなきゃいけないわけでね。でそれじゃんけんとかくじ引きがおかしいって言うんだったら、じゃあ調整したらいいわけじゃないですか。その調整ができないままで無所属になるっていうのは全くわからないです。この3名が無所属になって一体何をやるのかっていうのは全くわからないですね。